メリカ空軍が2022年現在、組織として構築している保有戦闘機の体系は、いわゆる第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターを頂点としたピラミッド型であり、F-35 ライトニング2や他の第4世代機が補完しているよ。2014年からアメリカ空軍ではこの頂点に君臨している F-22 ラプターを代替する次期戦闘機開発を開始しており、その計画は NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスと呼称され、今も厚いベールに覆われているな。アメリカの軍事機密が中国やロシアといった国々に漏れるのだけは避けたいもんね。そうだね。さて今回は、アメリカ空軍が現行の F-22 ラプターを代替する NGAD の開発を進行中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカの計画が厚いベールに覆われている点だけど、それは総合的にまだ世界最大の軍事力を保有するアメリカにとって、その時代を担わせる次期戦闘機の概要を容易に漏らさぬようにと、最新の注意を払っていることが大きな一因と思われるが、それゆえに注目度も高いみたいだよ。さらに現在のいわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同様に、アメリカ空軍が採用する NGAD はそのコンセプト自体が、これまでの戦闘機の枠にとらわれない可能性が高いことも世界が注視する点であろうな。しかしそんなアメリカ空軍の NGAD とはいえど、その予算の獲得には自国の議会での承認が必須であるため、そうした政治的な手続きを踏む上では断片的ながらそれらの仕様を明かす必要があり、漏れ聞こえてくる内容もあるらしい。軍事機密なことでも議会の承認が必要だから手続きする上では仕様を明かさないといけないところもあるんだね。最近ではアメリカの軍事専門誌であるエアフォースマガジンにおいては、NGAD は現在の F-22 ラプターよりも機体そのもが大型化しつつ、より広範囲なレーダー波の帯域に対応したステルス性能を持つと述べられているんだって。アメリカ空軍の NGAD とは有人戦闘機単体を指し示すのではなく、これに随伴する複数の無人航空機らとのチーミングで成立する兵器システムと位置づけられており、無人航空機さえも複数の種類の機体が想定されているぜ。すでに2022年現在の今においても、陸海空の様々な分野で通信技術とネットワーク化によって兵器システムが構築されつつあることを反映し、NGAD でもそうした有人機を核とした新しい概念と体系の構築がさらに進められるのだと考えられているよ。今回のエアフォースマガジンの指摘の中で特に興味深い点は、NGAD はその中核となる有人戦闘機には現在の主流である、AESAレーダーをも装備しない可能性があると言及していることが挙げられていて、その任は無人機が担うと予測しているみたいだよ。AESAレーダーはフェーズドアレイタイプのアンテナを備えたもので、戦闘機のみならずイージス艦等の艦艇の根幹をなすレーダーだが、これが NGAD では有人戦闘機本体には搭載されないかもしれないと指摘しているらしいな。エアフォースマガジンは NGAD の有人戦闘が備えるレーダーとしては、IRST 赤外線捜索追尾システムだけに絞られる可能性について述べていて、AESAレーダーについては無人航空機から送られる情報で対処するとの見方を示しているよ。またこれに続けて NGAD の機関部にはアダプティブエンジンが採用されると予測しており、これは2016年に開始された AETP アダプティブエンジン移行プログラムの結果を反映したものとなるとの予想を述べているぜ。この AETP アダプティブエンジン移行プログラムで開発される機関部は、従来のものよりも 25% の燃費の改善、10% の出力の向上、そして発生する熱をいかに抑えて冷却を行うのかがポイントと考えられているみたいだよ。現在の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2においても、ステルス性能を高める必要性から機体そのものの形状もそれに適した設計がなされているが、これは機関部の冷却という観点から見ればそれを困難にしている要因でもあるらしい。また前述したように近年の兵器システムは友軍の他の戦力との相互の情報共有によって広い範囲で戦場の認識力を高め、機能的に行動させることが前提となっており、戦闘機もこのために搭載するアビオニクス類が著しく増加しているんだって。これらのアビオニクス類を稼働させるには当然のことながら大電流が必要となり、これは機関部からの電力の確保という問題に加えてそれ自体が熱を帯びるため、その冷却も同時も行わなければならないという二律背反的な課題をはらんでいるんだよ。さらに将来的には戦闘機には現行の各種ミサイルや機関砲といった物理的な兵装に止まらず、レーザー兵器等のエネルギーを用いた兵装の実装も予定されているため、そこで生じる熱処理の重要性はますます高まる傾向にあると言えるだろうな。こうした流れから NGAD においては優れたアダプティブエンジンの採用が必須の状況と見て間違いないが、2022年9月の段階では現行の F-35 ライトニング 2A 型の機関部に、これを採用するか否かについても議論が生じているとなっているみたいだよ。
一部には AATP アダプティブエンジン移行プログラムで開発されるアダプティブエンジンを F-35 ライトニング 2A 型に換装する案も出されているが、現在のアメリカ空軍のケンドール長官はこの方針には懐疑的なように見えるな。ケンドール長官は仮に F-35 ライトニング 2A 型に新型のアダプティブエンジンを搭載するとなった場合、現行のアメリカ空軍の予算の範囲内でこれを実行するならば、同期の調達機数自体が削減されかねないと危惧しているようだよ。いずれにせよこうした問題を最終的に決定するのはアメリカ議会であるため、今後アメリカ空軍から提出される最終の報告書などにおいてどのように議会の説得に向けた材料が提示されるのかに注視しておく必要があるらしい。いろいろな案が出されているけどそれを実行するにあたっても熱処理など問題があるからそれをどうするかも考えたりしないといけないんだね。さてアメリカ空軍の NGAD に話を戻せば、2022年6月の時点でその方向性について同軍のブラウン参謀総長もこの NGAD について、現行の F-22 ラプターよりも航続距離が長く、かつウェポンベイに収容可能な兵装の量も多いと述べているよ。そのためアメリカの軍事メディアで NGAD は、全翼形状を備えておりその大きな機体により多くの燃料と兵装を搭載することが可能となると予測されていて、アメリカ空軍自身も2022年4月に出した報告書でそのイメージを伝えているみたいだよ。さらにアメリカ空軍のケリー航空軍団司令官は NGAD には3つの種類が存在する可能性を示唆しており、これは太平洋地域で対中国との対峙を、ヨーロッパ地域で対ロシアとの対峙を念頭に置いた上でのコメントだと解釈されているぜ。つまりアメリカ空軍の NGAD は、太平洋地域に向けては空中給油機に依存しなくとも良い航続距離を確保した形式であり、逆にヨーロッパ地域では航続距離はそこまで重点を置かない2機種が存在することを示唆したものと言って良いだろうな。こうした断片的な情報ながらアメリカ空軍の NGAD のコンセプトについての輪郭は徐々に見えつつあるように感じられるけど、これをどの航空機メーカーが手掛けるのかといった根本の疑問についてはまだ有力な情報は聞こえてこないんだって。ただし個人的には F-22 ラプターや F-35 ライトニング2でいわゆる第5世代戦闘機の需要をほぼ独占した。ロッキード・マーチン社がやはり最有力にあり、ボーイング社等がどこまで巻き返しの余地があるのかが気になる部分ではあるみたいだな。日本の F-2 戦闘機の代替を図る次期戦闘機開発においては、当初の大枠の予想を覆しロッキード・マーチン社ではなく、イギリスの BAE システムズ社との共同開発路線が鮮明となっているけど、それも並行して注目していきたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。